はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、さあこちらに平の清盛がいますね。はい、こちらはどこでしょうか。宮島です。そうですね、今日はですねこちら宮島に来ております。宮島の神社といえばどちらですか。厳島神社。厳島神社ですね。厳島神社の御祭神といえば村方三女神。お、村方三女神でございますね。はい、何ですかこの人。はい、ということでね、今日はですね初めての、宮島厳島神社ツアーでございます。皆様もね、どんな神社なのか早速行ってみましょう。はい、ではね早速ね、こちら一位の鳥居に入ってきました。今からね、本殿の方に向かいますけど、はい、皆さん行きましょう。はい、はい、はい。違う、あっちは獅子。見て通りね、ほら、狛犬には角が生えてるでしょ。おで一般的にはね、これ角が生えてるのが狛犬。でも今は角が生えてない狛犬ですね。向こうは角が生えてる。向こうが獅子、こっちが狛犬。二つ合わせて、運の呼吸。ね、はい。ですからね、可愛いとか綺麗とか勝手に盗まれてはいけません。あ、そうです。これも盗まれますね。はい、ということで行きましょう。さあ、世界遺産に登録された厳島神社、どんな神社なのか楽しみです。はい、出ました、会場の鳥居でございます。厳島神社のシンボルである鳥居、総重量60トン、さらに鳥居の上層部には拳台の石を7トンも詰められている。この鳥居は8代目明治8年に建てられた。ちなみに最初に建てられたのが平の清盛、1168年だったそうだ。さあ、いよいよ本殿も間近である。この日はちょうど結婚式が行われていた。はい、これよりですね厳島神社ですね、本殿の方に向かっていただきます。こちらね、世界遺産になっておりますね。これ厳島神社に祀られている神様は村方三女神ですね。で、村方三女神が祀っている神社はどうですか。村方大社ですね。村方大社も世界遺産。そしてこちら厳島神社も世界遺産ね。はい、ではね、今海外の方がね、たくさんいますけれども人気のスポットでございます。全国に広がる厳島神社、池に赤い橋がかかっている神社を見つけたら、この厳島神社がほとんどである。本殿に行く前にまずやることがあるそうだ。これどうするんですか。こちらセルフでお祓いをしていただきますので、これを持って、まず左払ってから、なるほど。これ人をこうするんじゃなくて自分を、自分でします。人にしてあげてもいいですけども。はい、こちらですね、マロード神社ですね、神社がありますね。はい、こちらに祭られているこの神様、ね、雨のお忍びに雨のお日と言うこと、これ聞いたことありますね、はい、なぜでしょう。五輪林。そう、五輪林ですね。はい、受けをした時に、ね、草野の剣をかじって息を吹きかけた時に生まれた神様が村方三女神ですね。そして、アマテラスのバカ玉をね、草野がかじって息を吹きかけた時に生まれた神様はこっちの神様なんですね。はい、そして、ね、このね、網のお忍びというのはニニギノミコトのお父さん、ね、ですからアマテラスの息子、ね、そしてその孫がニニギノミコト。で、このニニギノミコトが降臨した、つまりアマテラスの孫が降臨したから天孫降臨。そしてここのね、雨の補給の御事っていうね、神様は誰かというと、これはそうです、出雲にね交渉に行った、でそのまま帰ってこなかったという事ですね。帰ってこなかった、はい、でこの神様が今の出雲大社の国造家になっているわけです。だからそこから代々ずっとつながっている、まあ、そういう神様ですね。はい、ですからアマテラスの息子、そして、村方三女神は佐野の娘ですね。はい、ということで行ってみましょう。さあ、さらに奥に入ってみましょう。
ごい。これフグ？フグフグ。そこにはたくさんのフグが集まっていました。こちらね、神仏集合がまだそのままのことでね、大体お寺さんのね、屋根見たら分かるんです。瓦でしょ。で、ただね、神社にも瓦があって、実はね、屋根の形状によって、その神社のね、位っていうのがあるんですね。一番高いのは、ほら、見てやる。違う違う、何何屋根の、いや、これは瓦吹きですね。一番上は何ですか。ほら、厳島神社見て、なんでできてるんですか。瓦吹きじゃない。かや違う。ヒノキの皮でできている岩田吹き。岩田吹き、ね、これが一番位が高い。次が銅です。銅板でできた、ね、はい、そして最後にこの瓦の瓦吹きになってるんですね。ですから、まあそういった部分ではね、あのお寺さんはね、あのこの瓦をよく使ってますけれども、うん、まあそこはね、もしかしたらね、神様にお譲りしたっていう、まあ、そういうのもあるかもしれませんね、謙虚な思いみたいなのね。ということで、まあ、一般的には神仏分離でお寺は大体こう壊されたっていう歴史があるんですけれども、こちらでは両方ある。はい、はい、こちらはですね、龍神様をね祀る神社になってますよ。これ何かあるんでしょ。はい、こちらにお財布をですね、はい、お財布置いて、はい、置いて、はい、こうやってますね、誰か。そうです、ね、はい、そしてでこの周りをぐるっと時計回りに7周回ると龍神様のご加護で金運が回ってくると。金運が回ってくるんですね。ところが回ってる間に財布を取られるかもしれないというね、そういう不安を抱えながら、で最後まで信じるっていうことを試されてるかもしれないね。そうですね、はい、ということでございます。早速行ってみます。さあ、じゃあ待ってみましょう。はい、こっちに行きます。はい、ではね、今からね、こちらね、大松院というね、お寺さんですけどもね、こちらにも行ってみたいと思います。行きましょう。こちらはですね、ブッダのね、涅槃像ですね。はい、これはね、ブッダ最後の日をね、イメージして作られたお像ですね。こちらはですね、ブッダが最後の時にこんなこと言うんですね。まあ、形あるものいずれこれは滅びるんだ、ね、で形あるものが滅びないっていうことが言えそうなんだけどね、という話をします。その時にこういうのでもしね、自分が頼られてるとか人を導いてるということであれば、自分が亡くなることはこれ大変なことであろう。ところが自分はね、人に頼られてるとも導いてるとも思ったことないと。そして私はね、ひたすらこの死んだ万象、つまり真理を説いたと。だから君たちはもう分かってるだろうと。だからね、自己に頼れ、法、つまりダルマ、法に頼れというのを最後に言ったんです。今日とこの、ね、お釈迦様、これ、ね、話して考えなきゃいけない。だからこのお釈迦様が言ったのはね、縁起、全てには縁がある。それで私たちはお父さんお母さんがいて我々にいるんですよ。もしね、出会わなかったら私たちは生まれてないんです。それよりね、必ず縁というのがあって今起きているんだ、こういったことですね。ですから今起きている例えば苦しみや悲しみというような問題も実は課題に取り組まなかったって、全ては縁が今を起こしているんですね。ですから全ては幻であるというふうなことをね、お釈迦様は言っております。ですからね、いろんなものを頼るように自分に頼りなさい。それがこの最後の時に言った最後の言葉です。はい、
はい、こちらは何という神社ですか。淡島神社ですね。そうですね。ご祭神は少なびこなんです。少なびこなんですね、うん、ちっちゃな神様ね、一寸法師の原型と言われている神様です、うん、この神様はですね、温泉の神様、薬の神様、そう、そしてお酒の神様ですね、まあ、当時お酒はね消毒なので、うん、こっちまた医療に関係しますね。あの大栗主と栗作りをですね、兄弟となって栗を手伝ったという、そんな神様です、はい、で大栗氏がですね、途中負傷をするんですね。でその時に温泉を掘り当てて、そこで、まあ、治療します。これがね、道後温泉なんですね、はい、まあ、そういう形でね、栗作りを手伝った、そんな神様です。はい、ここは戦没将兵を慰霊するため豊臣秀吉が建立したお寺である。右手には五重の塔がそびえ立つ厳島神社の山手に見える畳857枚分の広さ、神仏分離により現在は豊国神社として豊臣秀吉、加藤清正を祀る。天井には数々の絵画が飾られていた。こちらに、ね、天井無休という、ね、文字がありますね、はい、これはね、アマテラスが二握りをもとにね、お次を出した三大進捗の一つです。でこの天井無休の進捗というのを出したんですけども、あなたはこの国の君主である自覚を持ちなさい、まあ、そういう意味です、まあ、君主というのはどういう意味なのか、ね、それ自覚というのはどういうものか、これは、ね、つまり君主というものはどういうものだということを明らかにする、これが自覚を持つということにつながるんですね。これがですね、私たちの、守護神、ね、この三分類なんですね。この三分類の裁縫、天、天で、この天というのが政治、そして裁、これは弓は稲穂の神社、これ裁ですね、はい、経済、そして法教、法裁の神社、これが法、教育、つまり裁が経済、法が教育、天が政治というふうな、この頭文字を取って三分を作っていますね。その天井復帰の集中です、はい、そしてね、こちらがですね、こちらがね、神社ですね、これ、まあ、戦場閣というね、まあ、秀吉、ね、豊臣の秀吉が、まあ、これを作ったね。そして安土桃山時代にね、戦死した方々を、まあ、東大お寺として建てられたんですが、この中にはですね、こういう神社がありまして、こちらは豊臣秀吉と加藤清正が祀られている神社でございます。門前町では数々の店が立ち並び、大変な盛り上がりである。ここは何が美味しいの。桃、揚げもみじ、もみじまんじゅうの揚げたやつの桃が美味しいですよ。それ何ですか。中身はコシアン、コシアンです。コシアン、これ桃でガンス、はい、いかがだったでしょうか。キスマ神社、ありがとうございます。そうですね、はい、もうここはね、今日何時間いましたか。4時間、4時間ね、4時間いましたけど、全く足りない。で本当はね、ロープウェイで上まで行きたかったんですけども、まあ、その時間もなく、これね、おしまいということで、また来たいですね。そうですね、はい、またお越しください。はい、ということで、またさよなら。さよなら。